アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは、山田かなです。今私は DVD の撮影のために富津に来てます。富津です。なかなかこのご時世なので海外に行けなかったんですけど、今いる撮影スタジオがですね、ちょっとなんだろう、どこって言えばいいのかな、スイスっぽいイメージというか、そのデザインというか感じなので、今ちょっとスイスっぽい言葉で言ってみました、ごめんなさい。でですね、今さっき、本当に今さっき終わったばかりで、最後がですね、濡れたシャワーを使うシーンだったので、ちょっと髪が濡れております。どうでしょうか、いい感じの、いい感じかな、水も滴るなんとやらというやつです。はい、ということで、ですね、梅雨だったんですけれども、雨も降らずに、いい天気の中撮れたので、すっごいたくさんいいシーンがいっぱいあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん見ていただいて、あ、このシーン好きだなとか、あのシーン良かったなって思うのあったら教えてくださいね。では山田かなでした、ありがとうございます。はい、撮影中に一番楽しかったことは、そうです、いっぱいあるんですけど、ムカデの話とか、あとは芝生にいた虫の話とか、いろいろ、ほんといっぱいいろいろあるんですけど、このメンバーで撮影をやれたことが一番楽しかったことなんじゃないかなと思います。はい、撮影中一番大変だったことは、ちょっと日が落ちてから夕方の海に行ったんですけれども、まだちょっと寒くてですね、外気温はそんなに寒くないんですけど、一回海に入って出ちゃうと寒くて、メイクさんが言ったんですけど、時間が経つにつれて唇が真っ青になっていたという、ちょっとそれが大変でしたね。でもいい思い出です。はい、今作で5作目ですが、どんな作品になったか、そうですね、なんか今回はちょっと今までと違って、そう、自分でポエムを作成したり、手伝ってもらったり、あとその、セクシーというか、演技とか、その可愛らしさとか表現にちょっとフォーカスを当てた作品になっているかなと思います。グラビアのお仕事の魅力はたくさんあるんです。でもどのお仕事に共通してるのかな、なんかたくさんの人が関わって一個の作品を作るっていうことが多いので、 DVD だったりとか雑誌のたった数ページですけど丸一日かけて作ったりするので、それで皆さんの思いがこもったものを作れるっていうのがグラビアの魅力なんじゃないかななんて思います。口癖、や、つい口にしてしまうこと、ですね、私よ今ちょっとあるかなって思ったんですけど、マネージャーさんに聞いたらよくはーいって言うらしいです。やっぱこう私呼ばれることが結構多くて、はい、山田さん衣装買いますよ、はい、山田さんメイク買いますよ、はい、山田さんこれサインしてください、はい、はいはいはいって呼ばれるから、はーいってスーって行く感じですかね。それがどうやら口癖のようです。本当かな。マッチョの魅力を教えてください。これ何時間時間もらえますか。違うんですよね。マッチョの魅力、まあ、全てなんですけど、その存在意義というか、彼ら彼女たちがいるだけで体温が上がりますね。魅力は何だろう、全てなんだよな、なんかもう全部生き方、もう何、でも多分ですけど、この間言われたのが、頑張ってる人が好きって好きだよねって言われたんですよ。だからマッチョの方って、その減量するためとか
その体作りのために食事だったりすごい時間をかけて体作りをしているっていうのを、あの周りやっぱ周りの方と生活リズム変わってきてしまうので、そこを一人で頑張ってコントロールして大会とか、まあ、自分の理想に向けてやっている姿っていうのが私の中での一番の魅力なのかもしれないですね。はい、今後挑戦してみたいお仕事は今日実はできました。蚊取り線香の CM に出てみたいです。なんでかっていうと、これが蚊に刺され、これ蚊に刺され、ここに蚊に刺され、蚊に刺されることが多いので、蚊にご縁があると言いますか。だからぜひ蚊取り線香の CM に出てみたいなーなんて思いました。なかなか言えないんですけど、大好きです。すごくすごく。ファンの皆様、万人の読者の皆様、私は大好きです。結婚してください。はい。多重婚になっちゃうな。はい、山田かなでした。